月に変わって、ようこそイラストレーター深澤哲也のチャンネル、てっぴんスケッチです。突然ですが、月に変わって、お仕置きよー。はい、失礼しました。今日は、ネットでね、ある記事を見つけました。それがですね、セーラームーンを自分の絵柄で描く、ハッシュタグ、セーラームーンリドローっていうね、日本語では、セーラームーンチャレンジね。こちらのね、イベントに参加してみたいと思うんですけども、これ何かっていうと、イラストレーターや漫画家さんの間で、自分の絵柄で、美少女戦士、セーラームーンを描くというのがトレンドになってるみたいですね。そしてね、そのセーラームーンの中で、決まった場面がありまして、ネット記事によると、美少女戦士セーラームーン S の、輝く流星、サターン、そして救世主のカット、仲間と引き換えに大切な聖杯を出すことを請求されたセーラームーンが、それを止めるセーラーネプチューンの声を受けて葛藤するシーンということでね、自分の意志が揺らぎそうになるセーラームーンの、繊細な表情を見事に表現していますと。こちらをね、書くらしいんですよね。ちょっとね、僕セーラームーンあんま見てなかったので、わからないんですけども、まあ当時ね、もうすごい流行ってましたし、世界的にまだまだ人気があるので、ぜひね、こちらを今日、てっぴん風のセーラームーンはどんな感じなのかということを、見て書いていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、それでは今日も iPad Pro と Procreate というソフトを使って絵を描いていきたいと思います。こちらがね、元となるお題のイメージですね。こちらをさあどう描いていくか見ていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、自分の絵柄でセーラームーンを描くにチャレンジしました。そうですね、描いてみて難しかったことは、やっぱりね、元のセーラームーンのイメージってありますよね。それがね、かなり強いので、どうやって自分のね、このイラストのテイストに持っていくかっていうところをとても悩みながらやったんですけども、まあ結果的にね、なんかこうちょっと可愛らしくて、いい感じになったんじゃないかなと思いますね。はい、次回からもね、こういった楽しい企画、そしてイラストに関しての動画をいっぱい投稿していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。皆さんもね、この機会に、ぜひ、セーラームーンチャレンジ、書いてみて、Twitter や SNS に上げてみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次回お楽しみに。